こんにちは、サラです。今回はですね、プチプラ縛りでお呼ばれメイクをやっていきたいと思います。で、今度もう出会って十数年のこの結婚式に行くことになりまして、ちょっと今回お呼ばれメイクやっていきたいと思います。で、今回のメイクはこちらの美少堂ロングっていうブランドのブラシを使っていきます。常に使う人の肌を考えて道具を追求し企画製造しているらしく、とにかくどの筆も肌の負担を最小限に抑えて、なおかつ簡単にそして綺麗な仕上がりになることを目指して作ってるそうです。それではまずベースからですね。こちらセザンヌの UV トーンアップベース SPF50+PA4+、 これがね、ホワイトタイプとピンクタイプがあるんですけど、ちょっとやっぱ結婚式ということで、下地からハッピーピンク仕込みたいなと思って、ちょっとピンクを選びました。で、下地は手でささっと伸ばしていきます。これでもう UV 対策までできちゃいます。はい、そしてリキッドファンデ、こちら、セザンヌラスティングカバーファンデーション10番 SPF50+PA3+。で、使っていくブラシがこちらです。はい、これめちゃめちゃ変わってますよね。黒い面と白い面が半分ずつになってます。こちらが美少堂リキッドファンデーションブラシ。2018年グッドデザイン賞を受賞したリバーシブルブラシです。表と裏で使い分けできて、黒い毛でリキッドを塗り広げ、白い毛で押さえて馴染ませることで、誰でも簡単にナチュラルツヤ肌を演出できます。まずは手でリキッドを肌に5点置きして、ブラシを立てずに平行にして黒い毛で伸ばしていきます。で、よく伸ばしたらこちらの白い面でトントンと軽く押さえます。この時ブラシを立てないように、こうやって軽く押さえることで余計な油分とかリキッドを吸収してくれます。はい、こっちがね、トントンしてない方で、こっちが白い毛でトントンした方なんですけども、こっちの方が薄く均一についてる感じ。で、反対側もトントンと押さえていきます。はい、次、コンシーラーですね。こちら、キャンメイクカラーミキシングコンシーラーの01。鏡もついてるし、ここで混ぜて好きな色を作ることもできます。で、こちらを、まずこちら、ダブルコンシーラーブラシを使って、コンシーラーをのせていきます。で、これ、なんと名前の通り、平筆タイプと、こちらの、丸いタイプ、両方使えて、めちゃめちゃ使いやすい。そしたら、こちらの一番暗めオレンジをまず取って、この青っぽいところに、乗せて動かします。そしたらこの真ん中のカラーを取って目の下に乗せて、次こちらタッピングコンシーラーブラシを使います。上級者も初心者も使いやすいコンシーラーブラシで、指では難しいカバー力とナチュラルななじませをブラシでトントンするだけで実現してくれます。で、フェイクアニマルヘアを使用しているのでお手入れも簡単です。人差し指の先ぐらいのサイズ感で、すごくね、毛が密集してます。これで、トン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 なじませていきます。こうやってトントンするだけで勝手になじんでてくれます。あとは、真ん中の色を取って、この口角のくすみ、これもトントンしてカバーします。あとちょっと、この頬の広範囲の気になるところもめちゃめちゃ塗りやすいです。はい、そして次、こちら、キャンメイクマシュマロフィニッシュパウダーアブルームの01。これね、定番化したので、より買いやすくなりました。で、やっぱパウダーも結婚式イコールお祝いイコール花束ということで、こちらのアブルーム、ベースからもお祝い感を出していくスタイルでこちらを使っていきます。かなり大きめのブラシ、美少堂フィニッシングパウダーブラシです。毛量がね、本当にたっぷりなので、これ私めっちゃ好きなんですけど、一回でね、しっかり粉を含んでくれて、顔はもちろんなんですけど、首周りからデコルテまでも仕上げられます。とろけるような肌当たりで、使うたびにね、本当に癒されるパウダーブラシです。で、パウダーはパフで塗るよりもブラシで塗るとつけすぎを防いでくれます。もう本当に気持ちよくて、
ずっと触ってたいぐらい。で、こうやって寝かせて取るとすごい広範囲に粉を含んでくれるので、一気にフェイスパウダーを仕上げられる。顔に当てるとね、サイズ感が分かりやすいと思います。めちゃめちゃ大きくて使いやすい。はい、そして次、キャンメイクパーフェクトマルチアイズの04番を使って眉毛を描いていきます。で、今回はこのブルーのドレスに合わせてこの04番青みピンク系を使っていきます。これは眉毛もアイシャドウもいけるので、遠征にもめちゃめちゃコンパクトでいい。で、あともう色が一つのセットになってるから、このパレットさえ塗っときゃいいっていう楽ちんさね。はい、で、眉マスカラは私の大好きなキャンメイクカラーチェンジアイブロウの07番。本当に赤すぎず黄色すぎず、めちゃめちゃいい色。はい、続いてアイシャドウは同じくパーフェクトマルチアイズの4番で、ブラシがこちら、フィンガーブラシを使っていきます。これクリーム系アイシャドウ専用のブラシで、クリーム系のアイシャドウとかポットタイプのアイシャドウを使うときに爪で刺さっちゃうときないですか？こちらが化粧品を傷つけたり、ネイルがアイシャドウで汚れてしまうのを防げるブラシ。はい、これがね、バビメロのブリンブリンアイジャム01ってやつなんですけど、こういうのね、ほら、刺さっちゃうんですよ。こちらのブラシは本当になんか指先で塗ってるような適度なコシがあるので、指塗り派、あんまりこうブラシでアイシャドウ塗らないよって人も使いやすいと思う。こちらを使えば簡単に取れます。で、一応ポットタイプ専用のブラシなんですけど、今回はこちらのパウダータイプで普通に使っていきます。私もね、いつも指塗り派なんですけど、めっちゃ塗りやすい。本当に指で塗ってる感じ。こうやってブラシを立てると下まぶたもめっちゃ塗りやすいです。やっぱ指だとね、どうしても下まぶたは塗れないので、こういうブラシあると便利ですよね。はい、次こちら、キャンメイククリーミータッチパール01。これがですね、なんと定番化します。そしてこちらの色の名前がですね、なんとブライダルホワイトなんですよ。特別な日のためのしっかり輝くホワイト、まさにお呼ばれにぴったり。こちらを涙袋に入れます。で、今回ドレスがブルー系で、アクセサリーと靴をシルバー系にしてるので、はい、こちらのブライダルホワイトもシルバーっぽい感じでぴったり。で、アイライナーはキャンメイクラスティングリキッドライナーの06。こちらめっちゃ可愛いピンクグレージュで、私アイラインを引くとこの二重の幅が潰れちゃうタイプなんですけど、こちらそんな濃くないので、このまつげとまつげの上ら辺まで塗っちゃいます。そしてマスカラ、キャンメイククイックラッシュカーラーセパレート02。これはね、ブラシが細くてめっちゃ塗りやすいし、カールキープ力も高いのでおすすめです。で、シェーディングはキャンメイクシェーディングパウダー05とフィンガーブラシ使ってノーズシャドウ入れていきます。これも底見えするぐらいめちゃめちゃ使ってます。で、このブラシノーズシャドウにもぴったり、鼻の下も入れやすいし唇の下も。はい、そしてこちらのハイライトチークブラシでフェイスラインのシェーディングも入れます。これもめっちゃくちゃ柔らかくて、いや、もうどんなに突き刺しても痛くないんですよ。で、キャンメイクハイライター L01 をフィンガーブラシで取って、この目と鼻の間にツヤ感を足していきます。崩れにくいようにしっかりパウダーを塗ってマットな見た目にしてるんですけど、こうやってポイントでハイライトを入れることによって自然なツヤ肌に見えます。
で、唇の上に乗せて陣中短縮効果、あと顎はほんのり、そしてまたハイライトチークブラシでここを高く見せたいのでここに広めに入れます。こうすることにより中顔面短縮効果。はい、そして次キャンメイクグローフルールチークスの16番を同じくこちらを使って塗っていきます。これめっちゃ万能で、ふんわりと広めに入れていきます。広くも入れられるし細くも入れられます。で、最後にキャンメイクジューシーリップティントの5番。この5番が新しめに出たカラーなんですけど、めっちゃいい色。はい、そしたらヘアセットもしていきたいと思います。下の方の毛は毛先だけちょっと外巻きにして、上の毛は全部強めに外巻きしました。そしたら、ミー&ハーミルキーグロスジェルを使って、まあこれじゃなくてもいいです、なんかこうペタペタするやつを軽くつけると、なんか髪の毛がまとまっていい感じに見えるので、とりあえずこうペタッとするやつをつけていきます。で、このサイドの毛を取って巻いてあるので、ここにもちょっとつけておきます。で、前髪の毛先にも少しつけます。そしたらこの昆布みたいなヘアゴムで耳から上の毛を取って、ハーフアップにします。で、この時ざっくり集めた方がなんかそれっぽく見えるので、ざっくり集めて結びます。この毛束が浮かないように少しだけゴムの位置を下げて、そしたら不器用の味方ポニーフック、これミンネで買ったやつなんですけど、ポニーフックマジで便利。このポニーフックをこの昆布に突き刺すだけです。はい、そしたらもう完成で、ボリューム足りないなってところはちょっとこう引き出すといい感じに見えます。で、最後ヘアスプレーを全体に振りかけるとより崩れにくくて良いです。はい、いかがでしょうか。プチプラとは思えない素晴らしい仕上がり。で、普段はベースメイクはまあ手かスポンジで仕上げることが多いんですけど、今回ブラシでね仕上げてみて、すごいね綺麗に仕上がったと思います。で、今回紹介したこちらの美少堂ロングシリーズはオンラインで購入可能なので、ぜひ気になった方はチェックしてみてください。ということで、チャンネル登録と Twitter とインスタもぜひよろしくお願いいたします。それではまた次の動画でお会いしましょう。サラでした。